久保井信正、大泉洋さん、坪井陽子役、菅野美穂さん、坪井芳美役、福本莉子さん、坪井奈美役、川栄里奈さん、坪井澄役、新井美優さん、そして本作の監督を務められました月川翔監督です。映画ディアファミリーキャスト監督の皆さんに改めて大きな拍手をお願いします。それではまずはご挨拶をいただこうと思います。まずご紹介するのは本作の主人公、娘の命を救うため医療知識ゼロの状態から決して諦めることなく医療器具開発の道を突き進んだ坪井信正役、大泉洋さん、お願いします。ありがとうございます。坪井信正役を演じさせていただきました大泉洋でございます。本日はもともとの予定でございましたらこの気持ちのいい外で会見をするはずだったんでございます、私としましてはこの安定の雨ということでございまして室内での会見となりました。まあ私にとってはその雨というのはこれはデフォルトといいましょうか、当たり前の状態といいましょうかね、逆に幸先がいいと、いうふうに雨が降って当たり前なんだと、スタッフは奇跡が起きて晴れたら外でって言いました。そんな奇跡は起きないんだと。なんかますます今雨が強くなって強くなって、もう私のやる気とともに雨足は強くなっているということでございますので、大変幸先のいいスタートを切っていると言わせていただきましょう。本日はどうぞよろしくお願いいたします。幸先いい挨拶ありがとうございます。続きまして、夫信正を支え時には叱咤もしながら共に道を歩み続ける坪井陽子役、菅野美穂さん、お願いします。皆様こんにちは、菅野美穂です。坪井陽子の役をやらせていただきました。このお話は実話がベースになっている映画ですけれども、本当にご家族の奇跡の物語をお借りして、映画という形にして今日皆さんにお届けできることを嬉しく思います。大泉さんと今回演技では初めて共演させていただいたんですけれども、クランクインも1年以上前思い起こすと雨だったような気がいたします。安定の雨降って地固まるでお届けいたしたいと思います。ま、今日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いいぞ、素晴らしい、ありがとうございます。続きまして、幼い頃に心臓の難病を患い、ただそれでも生きようと明るく振る舞い続けた三姉妹の次女、坪井芳美役、福本莉子さん、お願いします。坪井芳美役を演じました福本莉子です。本日はお足元の悪い中お越しいただきありがとうございます。公開までもう少しありますけど、今日は久しぶりに家族集まって、この映画のお話をできたらなと思っています。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、三姉妹の長女でしっかり者、妹たちの支えとなる坪井奈美役の川栄里奈さん、お願いします。はい、坪井奈美役をやらせていただきました川栄里奈です。1年ぶりにこうして皆さんに会えてすごく嬉しいのと、時間は短いんですが、この奇跡のような実話の、ま、なんだろう、ポイントだったり、すごく私たちも喋りたいことがたくさんあるので、短い時間ですがお話できたらいいなと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。三姉妹の末っ子で甘え上手、いつも天真爛漫な坪井澄役、新井美優さん、お願いします。ありがとうございます。坪井澄役を演じました新井美優です。この映画は私にとってもすごく大きくて、大切な映画になりました。またみんなと1年ぶりに会えてすごく嬉しいです。今日は映画の魅力をたくさんお伝えできればと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして本作のメガホンを取られました月川翔監督、お願いします。監督を務めさせていただきました月川翔と申します。今日は私たちがこの作品に込めた思いを少しでもお伝えできたらなと思っております。どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。ではお話伺ってまいります。じゃあ皆さんどうぞお座りになってください。はい、
そしてこの後は撮影自体 OK ですが、一旦後ほどまでフラッシュの使用はお控えいただければというふうに思います。さあまず大泉さん、先ほどからお話出てますが、本作ディアファミリーは実話を映画化した作品ですけども、オファーを受けた時のお気持ちって覚えてらっしゃいますか？私も本当にこの映画に出てくる吉見さんという生まれつき心臓に疾患があった方のお話でございますけど、ちょうどもう私にもその映画の舞台となる時と同じぐらいの娘がいるものですから、まあ日々なるべく楽しく生きたいと私は思っているものですから、まあこの撮影を受けるとなると、まあ非常に辛い撮影期間が待ってるなというのはまあ予想できて、まあこの坪井信政さんという人を演じるのは僕にとっては辛い期間だろうなと思ったんですけど、ただその本当にこれは吉見さんがお父様におっしゃられたということですけども、まあこれ以上人工心臓というものを開発することはいろいろあってもうできないって話をどうしてもしなきゃいけない瞬間があったと、まあその時にもう私の命はもういいから、その技術をたくさんの方に使ってほしいとおっしゃったっていう、まあそれがこう最初にもらった企画書に書いてあったんですけど、まあその一言でしたね。まあ本当にどうしたらそんなことがね言えるんだろうっていう、まあそれをここの物語をすごくなんか知りたいなというふうになんかこう強く思わせられましたね。なんかただただ大切な娘が亡くなってしまうお話ではないんだなという思いに駆られまして、うん、辛い日々かなとは思ったけど、なんか演じる今僕が演じるなんか意義は大いにあるんじゃないかなと思ってやりたいなと思ったのを覚えてますけど。監督も、ね、ご自身もそのお子様がいらっしゃるということで本作に特別な思いもあると思うんですが、改めてこの実話を聞かれた際の思いと、あと撮影もいろんな困難なことがあったと伺っております。お話を伺ってもよろしいでしょうか？はい、そうですね、最初に、まあ、これは実話なのですというお話を伺って、まあ、心臓に難病を患っている娘のために、うん、知識のない町工場のお父さんが医療器具を開発したと、でその医療器具が今も世界中で多くの人の命を救い続けているという、いや果たしてこのお父さんに何があったんだろう、家族とどんなやり取りがあったんだろうということを まず知りたかった。で知るほどにやっぱり多くの人に伝えたいなという思いが芽生えてきて、で、うん、この映画にどんどんのめり込んでいったというような感じです。でやっぱりこう大変な年月をかけて、うん、この信政さんが開発したものなので、お話を伺っていくと分かったような気になるんですけど、全てこう画面に映るものにしていくということがやっぱり困難 でやっていくといろんな方に取材していくと、そんなやり方では多分できないですよみたいなことまで聞くんですけど、やがてこの信政さんから本当にこう人工心臓の試作品みたいなものが出てきた時には本当に感動して、でそれも実際にこう映画の中で映させていただいたりというようなたくさんの感動がやっぱりお話を伺っていく中でありました。大泉さん、この信政さんという方は今まで大泉さんもね様々な方を演じられましたが、それともどれも違うようなキャラクターのような気もします。改めて演じられてみていかがだったんでしょうか？そうですね、まあ、本当にモデルのね筒井信政さんというとまだまだ本当にお元気で、うん、しっかりお話ができて、もうまだまだ会社もね経営なさってる方ですから、名古屋でご自宅でしっかりお話できたんですけど、まあ、本当に僕にはやっぱないなんかこう本当に久しぶりに全然僕にはないもうなんかやっぱりただ僕にはないんだけど、なんか僕の父にはあるなという感じ、やっぱその80代の方たちのやっぱ僕は言っても昭和48年言っても僕はこう生まれてからその世の中的に不自由があった世代じゃないんですよね。だけどうちの父もそうだし信政さんもそうだけど、やっぱこう戦後何もなかった日本でその自分の生き方の選択肢なんかがこうない時代にねやるしかないんだっていう世代の人たちの強さっていうのかな。だからとにかくその信政さんに
言われたのもなせばなるだと、できないことなんかないでと、なせばなるの精神でやるんだと、できないことなんかないんだよっていうその考え方、まあ、映画の中でもそのね、なんていうか月に行けると思いましたかみたいな、なんか、ね、ありましたありました、人が月に行けるなんて思いましたか昔みたいな、だからできないことなんかないっていう精神で本当に僕はやってましたっていうねお話を聞いて、まあ、これ本当にうちの父なんかもそうなんだけど、弱音とかなんかできるできないとかじゃないんですよね、とにかく動くんだやるんだっていうね、なんかその強さみたいなものをとにかく感じましたね、お話ししてね。今大泉さんから実際ね、その野馬さんにお会いしたって話がありましたが、あのキャストの皆さんもあのクランクインの前に何らかの形で、これ大泉さんちょっと皆さん聞いてもらってもいいですか、ちょっと僕が、得意の回しをちょっと、あ、そうそう、あ、そう、何のためにいるんですか。いやいや、なんで俺がここで今聞かないの。ここは大泉さん聞いてください。僕は、どうですか皆さん、お会いになりました、どんな形で、なんか、ズームみたいな、はい、じゃないか。私はオンラインで、オンラインでお会いした方もいるね。あ、そうかそうか。あの大泉さんがおっしゃるように、あのパワフルで、でもお話しやすくて、こうエネルギーに満ちた方ですね。でご家族、あの皆さんではなかったんですけれどもお会いできまして、私は陽子さんとお話しさせていただいて、あの、あ、演じさせていただく方とお話しさせていただくっていうので緊張もしましたが、その娘さんから本当にこう、あの台本をご家族が読まれて、こうお母さんはこうじゃないみたいな、そのご家族の感想からお母様への思い出をすごく感じる感想をいただきましたので、そういった娘さんの思いも大切に演じられたらなというような陽子さんの雰囲気をいただいてという感じでした。はい、もうみんなもね、私はいるからね、モデルのことがね、はい、あのリコちゃんと一緒に、うん、信正さんとスミさんが来てくださって、あとナミさんとはオンラインで、はい、一緒に話させてもらいました。なんかね、不思議とやっぱそのね、長女はナミさんで、で三女がスミさん、うん、仲よ、なんとなく似てるんですよ。ね、なんかね、その川合さんとやっぱり奈美さん、なんとなくそのどっか落ち着いてる感じというかな、もなんか似てるし、スミちゃんとね、もうミユちゃんのなんかこう天真爛漫な三女の感じもね、感じませんでしょ。なんか雰囲気にこう自分たちと似てるなって感じ。あ、思いました。ね、すごいパワフルで、なんか。なんだったっけ、怪我しちゃったんですみたいなのをおっしゃってて、大丈夫ですかみたいな、なんかそんな自分と似たようなところがあるなと思いました。うん、ね、まあ、でもリコちゃんはリコちゃんでね、もちろんね、よしみさんにお会いはできないんだけど、はい、いろんなお話は聞いたわけでしょ。はい、その台本に書かれてない、その今までのこうよしみさんとこの姉妹のこういろんな思い出とか、あの亡くなる直前までのお話とか、もう普段こういうふうに過ごしてたとかっていう話はあのお聞きしました。はい、ありがとうございます。あの菅野さん、先ほど実は大泉さんと、ちょっとびっくりしたんですけど、本当にこういうふうにがっつり共演するの初めてだということで、もともと大泉さんね、俳優大泉さん、どんなふうな印象を持ってらっしゃいました。大泉さんはあのいろんな顔をお持ち でもう例えばその番組も持ってらっしゃいますし、あの舞台もされますし、で 歌い手としても紅白に出場されたりとか、もうそれぞれの道でそこまで行けたらっていうのを全部こうそこまで行ってる人じゃないですか。でもなんというかこう、あの親しみなら明るい印象パブリックイメージだけど、神経質な面があるんじゃないかなと思ってたんです。でもお会いしてみたら割と思った通りでなんかあの割と見たまんまなんです。はい、あの、うん、あの台本のこうやり取りをこう直接、まあ、それは月川監督も含めそうだったんですけど、具体的にこのシーンどうしようみたいなお話はなかったんですけれど、で家族でこうなんかこう何ですかね、撮影の合間にお茶飲みながら喋ったりとかっていうことがすごくこう家族の雰囲気にこうすごく良かったんですよね。
だそういうことを自然とできる方で、すごく親しみもあるし、なんでしょうねこの抜けの感じっていうのは、抜けの感じ、大泉さん毛が抜けてるって話じゃないですか。いや抜けの感じ、そんなこと言ってない。で、でもその大泉さんのひょうひょうとした佇まいって演じられないものだなと思って、大泉さんにしかこう出せないニュアンスだし、でもその信正さんを大泉さんが演じられたからなんか親しみがより湧くっていうか、お客さんにこうよりご自分に近いお話として届けられるのはこう大泉さんの持ち味なのかなと思ったりしました。大泉さんは今回菅野さんと、ね、夫婦役演じられていかがでした？いや明るい方だろうなとは思っていたんですけども、それなんかもう相当私の予想を突き抜けて明るかったですね。菅野さんがこう現場にこう入られると、だいたいその控え室の笑い声で分かるんですよね。あ、やってきたなって分かったのは菅野さん、そうそう、私の中では柳沢慎吾さん以来でしたね。来た来た来たぞっていうのがこう分かる。同じレベルで、同じレベルで、柳沢さんも分かるんですよね。ずっと喋りながらやってくるから近づいてる、来てるっていうのは分かるんですけど、菅野さんももうなんか なんでしょうね、なんか例えるならなんかこう山賊たちの晩餐みたいな、すごい例えですね。なんかね笑い声が聞こえてくるんですよ。親方うまくいきましたね今日もみたいな、ヒャッハッハッみたいなね聞こえてくるよな、笑い声すごかったな。本当に朝メイク室ですぐ分かります。そうだよな、はい、ハッハッハッみたいな、やってきた来たよっていうね、なんかね今日も頑張ろうっていう気になんかこうみんなエネルギーをエネルギーもらえるんです。なんかこうパワースポットみたいな人でした。あ、歩くパワースポット、歩くパワースポットでしたね。ありがとうございます。はい、福本さんにここでお伺いしますけども、今回ね、はい、その芳美さんを演じられたことでご自身の中でやっぱり演じていく中で変わったこととかってありました？なんか変に感じたこととか。やっぱりその諦めない心っていうか、もうそれもちろん信正さんの背中を見てるからだとも思うんですけど、やっぱりこう生まれつき心臓に疾患があって、こういじめとかもあるな、ありましたけど、でもそれでもこうなんだろう、私だったらもうすごいへこたれちゃって、こうなんだろう、もっと悲しくなるっていうかなんですけど、芳美さんはそうじゃなくて、こう常に前を向いて、こう一日一日を大事に生きてたので、やっぱり私もちっちゃなことでくよくよせずに、こう家族全体のモットーというか、その次はどうするっていうそのマインドにすごく感銘を受けました。印象的なシーン挙げてらっしゃったシーンが、実は大泉さんも印象的だったシーンと同じだったと伺っているんですが、まあ、ネタバレとかもあるかもしれませんが、どういうシーンだったんですかそれは。予告編でも使われているシーンなんですけど、私の命はもう大丈夫だからっていう、信正さんの肩を揉みながらこう言うシーンなんですけど、もうあのシーンが本当、はい、クランクインして本当すぐぐらいだったんですね撮影が。で私の中でもこう芳美さんをどう演じていこうかこう悩んでた、まだ手探りの状態だったので、その時に一番大事なシーンやるんだっていう、もうすごいドキドキしてました。もうやってる時もそうですし、もう前日とかもすごいドキドキして寝れなかったです。撮影の時実際大泉さんとなんかお話しされたりとか、なんかあったんですかその撮影の前とか、なんか逆にそのスッと入ってきました。一回リハーサルして、その時にこうもうちょっとこうした方がいいかもみたいなお話いろいろあって、それを参考にさせていただいて、本当あのシーンってこう信正さんがこれまで人工心臓を作るためにいろいろ奔走してきて、その中でこうその芳美さんの一言でそこで一旦区切りがつくっていうか、やっぱその第一章が終わる大事なシーンだったので、すごい頑張りました、はい。大泉さんも印象的だったシーン、やっぱそうですね、まあ、僕の中でもさっき話した通りね、そのシーンがやっぱり僕を、この映画やりたいなと思ったのはやっぱそこだったからね、まあ、ある種
順取りっちゃ順取りだったんだよね。だけど子供たちが出てくるからこのシーンって、だからその子役の子たちがあるわけよ、うん、で子役の子たちとの時間をこう過ごして、そしてこう大人になって福本さんが来られて、まあ台本上はそれなりに順取りなんだけど、僕と福本さんはまだ全然撮ってないわけなるほど、なるほど、だから子供子役とばっかり撮ってたからだからちょっとね、リコちゃんとやるにはちょっとその積み重ねがない中でのシーンだったから、ちょっとな、うん、はい、まあ難しいですよね。じゃあっつったらそのシーンの後を先に撮ってこっちを撮るのかっていうと、それもまたこう台本的にはこう逆つながりになっていっちゃうしね、うん、まあでもまあしょうがないよねって感じだよねもうそうか、もう今日このシーンかって感じだね。よろしくお願いしますって一番大事なシーン撮っちゃったもんな、はい、まあ、なんか大変だったけど、だけどもううん、もう本当になんかこう思い出してもちょっとやっぱこう涙が出ちゃうね、うん、もうなんかその福本さんがこう僕を肩を揉まれるんだけど、まあまあ力も入んないわけですよね、うん、きつかったね。なるほど、はい、ありがとうございます。川栄さんにお伺いしますけれども、はい、3姉妹の長女役演じる上で心がけていたこと、どんなことがおありになりますか？そうですね、あのお姉ちゃんとしてなんかこう強く入れたらいいなっていうふうには思ってたんですけど、こう実際にその3姉妹の絆っていうものがすごく強いと思うので、なんかこうお姉ちゃんすぎずになんか親しみやすい仲のいい3姉妹になれたらいいなと思ってて、で実際にみゆちゃんとは初めて共演で、りこちゃんとは共演したことがあったので、すごくいい雰囲気で撮影はできたなと思いました。あの監督に伺ったんですけど、以前監督がインタビューで、あの僕からすると安心の川栄さんですっていうふうにおっしゃってて、監督どういうこう、はい、そうですね、もう本当にベテランの俳優さんのような安心感と、まあ、本当に子供のようなみずみずしさを合わせ持つ方で、もうその空間であったり相手の芝居であったりというものにすごくこう柔軟に反応して物語に溶け込んでくださるという、見てくださればそれで安心というような感じをずっといつも持っております、うん、なんかむちゃくちゃ褒められてますありがたいです。あのでも私もあのすごく月川さんのことはすごく信頼していて、あの私あんまりこう普段作品の中で監督が OK って言ったら OK なものだと思っていて、自分があんまり納得いかなくてもなんかもう一回やらせてくださいっていうことを今まで生きてきた中で言ったことがなかったんですけど、今回そのとあるシーンでちょっと納得がいかなくて、初めて監督にもう一回やらせてくださいっていう言葉を、本当にこの業界に来て初めてその言葉を自分で言ったんですね。そしたらその初めて言ったもんだから、待てよ、あと1回で絶対に成功させなきゃいけないんだみたいな、もうあの役じゃなくて川栄李奈がめちゃくちゃ焦ってる川栄李奈が出てきてしまって、10回以上取り戻されてしまう本当にあと1回どこじゃなくなったの10回以上でもリコちゃんも一緒に新幹線でもう帰らなきゃいけないのに、もう1時間以上ぐらい押してしまって、いやでも私もその時のすごい覚えてますでもすごいもうその役に対する意識の高さっていうか、もう本当にその時鳥肌立ちました。でもずっといやもう本当ただ焦ってる川栄がもうどうしようどうしようどうしようやばいやばい言っちゃったみたいな、いやもう本当かっこよかったです本当に。もう一回やらせてください、もう本当もろ刃の剣ですからねあれOK、じゃあいやできんのねっていう。そうですよね、もうさっきよりできるのねっていうことですからね、はい、初めて使ったがゆえに役者はもろ刃の剣なんだよな、はい、学びましたたくさん、はい、監督も覚えてますその時のことめちゃくちゃ覚えてます。だから自分が OK 出したものを超えるまで OK 出せなくなるから、あもうだからそれでもうずっとあ帰らなきゃいけない時間もあると思いながら行ってでも最後にすごくいいのが撮れて、一番もうお気に入りのシーンになっていますそこは、はい、さすがだ。それをじゃあちょっとスクリーンで見て、もしかしたらこのシーンかもとね、はい、思っていただければと思います。さあ、 あの新井さんに伺いますけども、末っ子ちょっと甘えん坊っていうね、でも元気な末っ子、はい、川栄さん福本さんのお姉ちゃんいかがでした？なんかこの作品入る前今まで以上に緊張してて、自分でも分かんないんですけど、だから最初は自分から声をかけたりするのがなんだか難しくて、でも2人がたくさん話しかけてくださって、学校の話とかお仕事の話とかこう合間にたくさんしてくださって、
なんか最後にはいるだけでなんかお姉ちゃんたちがいるのですごい安心感があって、はい、よかったです。そうですか。なんか菅野さんがその新井さんの演技とかに感銘を受けたシーンがあったっていう話があったんですけど、あの、はい、はい、どういうこと？美羽ちゃんの、あの演技でこう緊張感のあるシーンで、月川監督も優しくその、うん、新井さんがあの集中できるように待ってくださいましたし、で本当にこう自分のギリギリのところで演技をしようとしていて、もう本当にこう、もうできることないのでただ待つしかできないんですけれども、でも本当にこうひたむきにこう一生懸命自分の役とギリギリの状態で向き合ってる姿勢に、もうなんかもう我が娘ながらというか、本当にあの私もこうその新井さんの姿勢に教えてもらうものがあったなというか、はい、ですよね。そうです、新井さんがこう、うん、お芝居に集中する時間を一回こう作るとしたら、そこからこう現場に戻る、どう戻ったりのかが分からなくなっちゃったという状態に新井さんがなっていた時に、菅野さんが私はさっきからあなたのお芝居すごく良かったと思ってるよって言って、こう現場にこうお母さんが連れてきてくれるような感じで、もうその中でも現場にはなんかもう感動が生まれそうだっていうような空気になっていって、でだんだんこう役に入っていって素晴らしい OK テイクが出たというような流れがありましたね。でもその時は川栄さんも本当にこう、はい、美羽ちゃんのことをさすってあげててそれぞれもうなんか役は家族なんですけど、でもこうね、それとは違ったこう支え合いがあったかもしれないですね。はい、覚えてらっしゃいます、そういう時のことっていうのは。本当に覚えてます、ええ、私自身もこんなに役となんか正面衝突したのが初めてで、すごい戸惑っちゃって、もうどうしようどうしようって真っ白になっちゃってたんですけど、最後に家族のみんなにこう話したら、こうなんか一気に肩の鎖が解けたみたいに、すごい感情がすごい湧き出てきちゃって、なんか今思い出してもすごく心臓がドキドキします。はい、その代わり素晴らしいシーンが撮れました、はい、ありがとうございます。そして大泉さん、本日は、まあ、家族決起会見というタイトルになっております。ね、そうですね、これから頑張っていこう、ね、ご家族を演じられたキャストの皆様による会見の場なんですが、改めてこのキャストで演じた家族、まあ、お父さんとして どうでした、この家族。いやもう本当さっきおっしゃ話した通りで、モデルになった筒井家の皆さんが いらっしゃるわけですけど、どこか本当になんかその皆さんの面影を感じる、みんなで、撮影中に何かね、さっき話したようになんかこう、やこの役はこうだ、このシーンはこうだとかっていう役の話をそんなにするわけじゃないんだけど、まあ、それぞれが本当にそれぞれの役を向き合って一生懸命やってた現場だったなというふうに思うんです。なんかそのシーンで自分もその役に挑むわけだけど、この子たちがいるおかげでよりねスーッと入れる、あ、坪井家ってこうなんだなっていう、なんか なんだろうな、子供たちのあれですね、なんか制服姿がとっても印象的ですね。なんかね、河合さんその時おっしゃってました、これが私の最後のセーラー服ですっておっしゃってて、しみじみと、しみじみと劇場でぜひご覧ください。いやいやいや、もうそういう時にすでに お子さんが2、はい、2人か2人です、はい、2人いるところでね、まあまあまあ、これが最後のセーラー服になりますっておっしゃってて、いやでもお似合いですよって言ったら、最近小学生の役やられてたから、あ、もっと若い役やるようになったなと思って、今はランドセル背負ってますって言うから、どこまで若い役やるんだろうみたいな、ね、なんかだからもうとにかくこう彼らの彼女たちのこう制服姿の時代がね、なんかこうより感情移入 しやすかったですね。なんか、はい、この写真のなんか お父さんなんだなっていうね。そしてなんかこう全員が、私も誰にも負けないでこう突き進むお父さんなんだけど、なんかそのお父さんをさらにこうみんながこう支えるんですよね。 お母さんはもちろんこの後どうするのって言うし、長女のね、うん、なみちゃんもお父さんになんかこうそんな顔絶対見せないでよとかってね、よしみちゃんに見せないでとかってこう強く言ってくれるんですよね。なんか本当に素晴らしいチームワークの家族だったなと思います。
ね、家族の皆さんは、まあ、今大泉さん話聞きましたけども、ね、一体この家族を演じてみてどうだったのこのキャストで。ちょっと大泉さん聞いてもらっていいですか、みんなにちょっと待って何しに来たこれ回したらいいでしょ、お父さんが回した、お父さんどうですか、どうでした皆さん、ね、今日家族ということで演じたわけですけど、それぞれ この家族でよかったななんて思うこと、あれ菅野さんいかがですか。よかった。よかった。よかった。ね、よかったですよね。あの、はい、なんかね、演技はこう初めてだったんですけれども、大泉さんがこの現場の真ん中にいてくださるおかげで私たちもリラックスできましたし、で今日は1年ぶり以上にみんなと会えたんですけど、さっき娘の晴れ姿をね動画で撮ってる大泉さんが、我々も本当に娘が成人した時ってこういう気持ちかなみたいな、本当だね、すごい嬉しかったです、みんな可愛くて。さっきねちょっと動画でね、さっきちょっと撮るようなこう SNS 用のなんかよくあるやつをね、うん、撮ったんですけどね、はい、ふとどうですか福本さん、どうでしたいかがでしたすごいソフトですね、聞き方なんか含みがあるんだよな。いや含みはないでしょあんたが聞けっていうか俺が聞いてるんだ、なんで俺が聞かないごめんなさい、続けて どう福本さんどうでした、いや本当ねちょっと悲しいシーンとかはありますけど、でもこう合間の時間とかもすごいお母さんとお父さんがすごい面白くて、こうすごい賑やかな現場だったので、なんかそういう時はこうちょっとリラックスできる、なんかすごいメリハリのある現場でした。なんかすごい集中する時は集中するし、こうみんなでこう和やかな雰囲気になる時もあって、なんかすごいお二人がこう場を盛り上げてくださったのはすごいありがたかったです。いかがですか河合さん。私はもう大泉さんと菅野さんとこう役者としての大先輩と、なんかこう近くで家族としてお芝居ができたのがすごく嬉しかったですし、菅野さんのこの明るさと若々しさが本当に見習うなと思いましたし、あと大泉さんがちょっと話はちょっと変わるんですけど、俺は紅白で歌うのが夢なんだって突然こう語られてた時があったんですね。でその後に本当に紅白で歌ってらっしゃったので、そんな話してました、私してました。なのでその年大泉さん紅白の司会やってたよね。やってて、でさらに次の年、その年か歌って歌手として、はい、で出られてたので、言霊って大事なんだすごい、こういう強い気持ちを持って生きていくことで夢に近づけるんだってい うなんか人間的な部分でとても学びました。あ、そうですか、はい、そんなこと言ったかな。あ、そう、恥ずかしい話ですね。どうですかミュウちゃんは、ね、私はもうなんかみんな皆さんの背中を見て、なんかこう現場での皆さんの姿勢を見て、こう日々もう勉強って感じで、でも大泉さんとはあの後も何度かそうそうなんか現場ね、確かにね かわいいんだけどちょ緊張してるかなっていう部分あったんだけど、全部撮影終わった後にねその後こう全然違う撮影現場でこうお会いすることがあって、あその時にものすごくこうなんとかな、あの時よりもこう弾けて僕に会いに来てくれるのが可愛くて大泉さんって遊びに来てな、はい、なんかこの間も僕がもう時代劇の撮影してずっと僕がこうメイクしているところずっと後ろで喋り続けてくるもんだからわあそうなんだって内心ね邪魔くせえなと思ってたんですけど、そうえ撮影中にまた2回ぐらい来てくれたのな、はい、2回来ました。あ今日もいると思って、またねこう大事なところ 目のあたりとかやってるところでずっと横で話してるもんだからうるせえなと思ってたんです、冗談かわいい、嬉しかったんです。だからもう撮影の時以上になんか娘のようで、なんかこうたまらなく可愛かったね、みゆちゃん。久しぶりに会えたのが。久しぶりです。あの時もまたセーラー服着てたな。着てましたね。あの時もやっぱり学生のやつ。ずっと着てるんです、ね。ずっと着てたのね。ありがとうございます。可愛いんです。はい、皆さん家族を演じてって話ありました。大泉さん、改めて今回の、ね、役を演じて家族に対する感、何か変化ってありました？家族感？家族に対する、家族感に変化、生きていく。ああ、そう、例えば自分のってことか。そうですね。家族感。あそうね。でも。まあ、なんかなんていうのかな、改めて本当になんか
僕たちが思ってるなんか生活がなんか当たり前だと思っちゃいけないなというかね、やっぱり本当にこういう経験をしている皆さんも実はねたくさんいるわけで、本当だから僕たちのなんか日常やっぱりねなんかこう大切に生きなきゃいけないなとなんか改めて思いますよね。野間さんだとね、さっきも話した通り今の僕たちの世代っていうのは何でもできるから、何でもできるから逆に そこで自分がなんか自分の生活が充実してないってこう悩む世代だと思うんです。でもそんなこと言ってられない世代っていうのかな、信正さんだったりうちの父親の世代って、もうなんか生きていくことに精一杯なんだよねっていう、悩んだりするようなこう暇がないっていうかな。だからその僕たちが演じたこの坪井家っていうのもなんかどっかにいたものがあって、とにかくもう目の前の壁を乗り越えていく、なんか日々本当になんか無駄な時間も一つもなくて、なんかとにかく頑張って生きていかなきゃいけないっていうのをなんかこう改めてねなんか思いましたね。なんかなあなあになんか日々を過ごしたくないなっていうのはなんか思うようになりましたけど。この質問菅野さんに伺っていいですか。家族か、はい、何か変化とかってありました？私も実生活では子育て中でして、本当にこう毎日こう必死で今日どう終わらせようかっていう中なんですけれども、映画の中で家族が揃って食事をするシーンがありまして、本当にこれ以上の幸せはないんだなっていうのは家族の幸せと思いました。でも普段その実際自分がその中にいるとその幸せをかみしめる暇がないぐらいこう目まぐるしくて、でもそれって当たり前のことじゃないんだなというか、改めて子どもたちと過ごせる時間というのは永遠ではないんだなというふうに思いました。ありがとうございます。はい、さあここからはですね、お時間また所限られてはしまいますが、マスコミの皆様からの質問を受け付けたいと思います。映画に関する質問に限らせていただきます。質問の方挙手でお願いします。マイクを、ね、お持ちしますので媒体名質問お願いします。質問ある方いらっしゃいますか。あ、じゃあ最前列の方、はい、眼鏡かけていらっしゃる。あ、すいません、映画 .com のライターのクローズと申します。お願いします。ちょっと今も家族の演じられての感想ってありましたが、特に三姉妹演じられたお三方に大泉さんが演じたお父さんってどんなお父さんだったな、こんなところが素敵だなだったり、こういうところよくいいところだなとか感じたところを教えていただけますでしょうか。こう劇中ではこうなんだろう、ちょっと普段の大泉さんってなんだろう、こう話しやすいっていうか、こう場を盛り上げてくださって面白いけど、信正さんはちょっとなんだろう、もうちょっと厳しい感じがして、でもなんかそれでもその中でもこう娘への愛をすごく感じる、こう厳しいけどそうこうちょっと優しさを感じるっていうか、そこがすごい、はい、大泉さんが演じるお父さんの中で好きなポイントです。そうですね、大泉さんの持ってるこう明るさとか優しさが、ま、今回の信正さんはこう仕事ってこう、ま、ヨンちゃんのために働くので、こうなんだろう、みんなとこう和気あいあいと接するみたいなお父さんではなかったですけど、そのオフの時にこうみんなにこう話しかけてくださったりとか、なんかすごく優しさをそこです感じていました、はい、そうですね、スミを演じている時はなんだろう、少し普段の大泉さんよりも遠い存在じゃないですけど、なんかすごく難しいことをやっているし、すごく忙しそうだし、家族に目を向けられない時もあるし、なんだか少し遠く感じてしまう時もあるんですけど、普段は全然そんなことなくて、なんだろう、そうですね、そんな感じでした。最後ちょっとふわっとしました。すいません。いいと思います。
いいと思う、ありがとうございます。みゆちゃんらしくていい、はいはい。まだもうちょっと質問ある方行こうかなと思うんですが、ありますか、どうします、大丈夫ですか。ああ後ろの方、ね、ごめんなさい、ちょっと見えづらい、男性の方ですかね、はい、はい。読売テレビ神谷と言います、よろしくお願いします。最初に今大泉さんが言ってたように、この物語は絶対無理だと、乗り越えられない壁を乗り越えていこうとする物語とおっしゃってましたけども、キャスト5人にお伺いしたいんですけども、今まででこれは無理だな、この壁は乗り越えられないなと思いながらも頑張って乗り越えた体験談、 もしそういうものがあれば、できちゃった、成し遂げちゃったみたいなことがもしあればですね、お伺いしたいと思うんですけども、よろしくお願いします。じゃあこれはあるよって方から順番にいきましょうか。じゃあ思いついたよって方あります、なんかどうだか、あれあんなに饒舌だった大泉さんがすごい下を向いたまま、おかしいな。みゆちゃん行ってみようか。えずるいな、みゆちゃん、ずるいな、みゆちゃん行ってみようか。でも今パッと思い浮かんだのは、本当にこの映画のそのさっき話していたシーンで、途中で私もこれダメかもしれないって一瞬思ったんですけど、なんとか皆さんの力を借りて、はい、ぶち破ることができました、はい。さあ続いては、ね、リナちゃんあるでしょでも私も本当みゆちゃんと同じで、そのさっき言ったシーンで、あもう無理だもう無理だってなったんですけど、こうやっぱこうなんだろう、気持ちがね整えば引けた、こうぶち破ることができました、はい。それで言うと私もこの作品に限らず毎作品こう壁にぶち当たるっていうか、毎作品こう悩んで悩んで、それでもこうなんとか乗り越えてっていうか、なんとかこう自分の中でこういろいろ消化して、皆さんにも助けていただきながら、こう毎作品頑張れてるっていう感じですね。なるほどね、はいはい。3姉妹から出ましたけども、さあ どうします、大泉さん。母さんどうだあなたこのコント何なんですか、はい、何乗り越えた。私ねこの間タケノコ掘りに行ったのよ山を乗り越えたわタケノコ掘り、タケノコ掘り行ったことあります？ないです、ないです。掘っても掘っても出てこないのよそうなん、いや乗り越えました。でももうね50代も見えてきましたので、新しいことがあまりないんですよね。だからそういったことにも、タケノコ取ったどとか山越えたどみたいなことにも、なんか新鮮なことを感じるお年頃になってまいりました。ではお父さんお願いします。私もこの作品に入りまして、いろんな経験させていただきましたけど、やっぱりこう自分でやっぱり乗り越えたなっていうのは、この間の紅白でのやっぱり歌手としての出演でしょうかね。まあ、ぶっちゃけやっぱり司会に比べたら、そんなに自分の出番だけ行ってパッと歌って帰ってくればいいんだろうとどっか思ってるところございまして、今年の紅白は暇だなと私は思ってたんです。で、ずっとこう紅白をこうなんていうんですかね、まあ、その福山さんからね、緊張するから絶対大泉君緊張するから紅白は見ちゃいけない、待ってる間見ちゃいけないって私言われたの。だなるほど、そうかもしれないと私は見ないでこうと思った。ところが台本に有吉さんから、大泉さん我々の司会ここまでどうですかって質問が入ってた。それじゃ見なきゃいけない、私自分の出番まで、仕方ないから私見た。そしたら福山さんの言う通り、見てるそばから緊張していくんですよ。おっとこれやばいかもってなって、もう歌う直前結局とんでもない緊張して、もうガクガクになっちゃって、やべやべっつって、ほんでいよいよ私がこう歌う直前に MC とトークの部分になったら時間が押しちゃって、私のその質問カットになっちゃって、有吉さんからそれ聞かれないって話になって、じゃあ俺はただただ緊張するために見ただけの人になっちゃって、死ぬほど緊張の中で私自分の歌歌って、あれは乗り越えましたね。乗り越えた乗り越えた、もう歌えなくなるんじゃないかと思いました私。あこれが紅白かと思って、でも本当にもうフロアから OK ですって言われる
直前までは笑ってましたけど OK ですって言われた瞬間にうわーっつってもう腰抜けて、あやばいもう立てないと思ったけどバテン感があるからハゲてくださいって言われていや本当ですよハゲてくださいとかって言われて、そうなんですよ、もう去年まで司会をしてたやつが初出場になるともう扱い全然違いますからどいてーみたいなね、すいません一つも映画と関係ない話、そうですね、お父さんとお母さんはこうなってしまう、お父さんとお母さんはこうなっちゃう、子供たちは素晴らしい、ね、ちゃんとごめんなさい、もうねお時間が迫ってまいりました、ありがとうございます。では最後に大泉さん、ね、この後は家族キャスト皆様による、家族写真の撮影となるんですが、その前に最後はねよくあるのはほらこの映画を楽しみにしている皆様に向けて、皆さんに、はいはい、でも今日はですねやっぱりあの家族決起会見ですから、これから映画公開に向けて宣伝活動もね始まってまいります、お立ちいただきまして家族キャストの皆様に向けてのメッセージをお願いしたいというふうに思います。はい、皆さんじゃなくてこの家族に向けて、はい、いよいよね、あ我々が魂を込めて撮ったこのディアファミリーがあと2ヶ月で公開になっていきますよ、ね、これからはね本当にこの素晴らしい物語を少しでも多くの方に見ていただけるように我々家族で頑張っていこう、ね、はいはいはい、これから、はい、カメラにお尻向けちゃっていいのかしら、仕方ないと家族に向かって喋ろっていいね君たち頑張っていこう、はい、これから我々は宣伝ファミリーとなっていいね、それぞれみんなが仕事を抱えてるかもしれない、しかしそこを頑張って宣伝していこうじゃないかね、もう千と千尋で大変かもしれないけどいいね、休みの日は全部宣伝だ、頑張っていこう、君ちゃんまだ若い頑張れるからな、ね、じゃあこれから公開に向けてまだまだ頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。素晴らしい、ありがとうございます。では皆さんもお立ちいただきまして、皆様お立ちいただきまして、ご準備いただきまして一旦ご講談いただきます。改めてもう一度大きな拍手お願いします。ありがとうございました。少し前に進むと、熊さんもごめんなさい、ちょっとギリギリまで、すみません、大丈夫ですか？オフィシャル、はい、じゃあまず、はい、あの、はい、手を挙げてオフィシャルです。オフィシャルです。目線必要な方いらっしゃったら手を挙げてください。センターに目線お願いします。あ、ちょっと後列行きましょうか。後列手を振る、はい、はい、はい、徐々に左に目線お願いします。はい、左上手の方に、はい、今手を挙げている方、じゃあお隣ください、お願いします。はい、はい、はい、じゃあ亀横行きます、こちらいかがでしょうか。はい、お願いします。目線お願いします。右側にお願いします。はい、今一番端っこですよ。いいですか、戻ってきますよ、いいですか。はい、じゃあ、はい、前列で前方お願いします。はい、お隣、はい、お隣、はい、お隣、はい、お隣行きます。はい、もうセンター戻っていきますよ。はい、お隣、はい、じゃあ後列行ってこの後もう一度最後オフィシャル行きますね。はい、じゃあ最後もう一度オフィシャル行きましょうか。はい、もう一度オフィシャルでセンターです。いいですか。はい、じゃあフラッシュを控えください。後ろムービーが、はい、並んでるんですね。はい、じゃあ最後にムービーに目線、はい、お願いします。じゃあ手を振っていただいて、はい、
しばらくいただきます。もうしばらくいただきます。どうでしょう。はい、もうちょっといただきます。